つて峠で最強を誇ったあの EF8 が登場。ギャップが結構激しいんで、まあ、ストロークを取るためにちょっと車高も高めに、レートもちょっと柔らかめにはしてきたんですけども、それがどう出るかですね。まあ古さは隠せないんですけども、やっぱりちっちゃくて軽くてキビキビ走るっていうところですごく楽しいとは思います。さあ、それではトッピュフューエルのドンガラシビックです。1.8 リッターにしてあります。220馬力行ってみたいと思います。シート合わねえし。一トン切る車重に超ショートホイールベースは峠にはうってつけのはず。軽いわ。おお、あのミニコーナーでもアンダー知らず、逆番のヘアピンも曲がってる。高速コーナーはどうか。やばいじゃん、嫌じゃったこの路面。うわ、跳ねる。面白いけどね。あとトルクステアが結構こうグイグイ来るから、その辺慣れないと辛いな。こういうのが好きなオリダーの評価は